こんにちは、ステファニー陽子です。今日はコジプロがある東京ミッドタウンに来ています。ちょっと風がきついですけど、とてもあったかいです。人もたくさんいます。さて、あるユーザーの方がミッション依頼をいただきました。紹介させていただきます。ハンドルネーム、隣の檻の捕虜さん。コジステいつも楽しみにしています。特にグラウンドゼロズのメイキング映像を見たとき、本当に驚きました。この映像でも映っていましたが、コジプロでは実際の俳優さんを 3D にキャプチャーしてゲームのキャラを作っているのですね。私も 3D キャプチャーしました。その 3D キャプチャーってどういうものなんでしょうか。詳しく知りたくなりました。そこで 3D キャプチャーを経験されたことのあるステファニーさんにお願いです。コジプロの 3D キャプチャーの現場に潜入して確かめてきてください。了解、今から潜入を開始する。Mission accepted. この向こうが小島プロダクションです。ワクワクしますね。では、潜入してみます。You have arrived at your destination.では 3D キャプチャーの責任者である井口武也さんにお話を伺いたいと思います。こんにちは、井口です。こんにちは、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、コジステを見ている皆さんに 3D キャプチャーについて教えていただけますか。わかりました。 3D キャプチャーとはまず撮影を行います。それを 3D 化することでゲームの中の実在する人物やものを再現しています。それでは実際に見てみますか。はい、じゃあこちらへどうぞ。ありがとうございます。こちらが 3D キャプチャースタジオになります。カメラがいっぱいですね。こんにちは、撮影担当の原と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。現在フェイススキャン用に37台のカメラと8台のストロボが設置されています。でこのカメラの配置を変えることによって全身のスキャニングも行うことができます。部屋全体が真っ白なのは何か理由があるのでしょうか。はい、被写体に影をなるべく落とさないためにストロボの光を反射させて回り込ませるために部屋が真っ白になってます。スキャニングルームを作る上で何か苦労されたことはあるんですか。はい、一番苦労したことはどうしても人を撮影するときに人間はじっとしてられないので、一瞬で全てのシャッターを切る必要があるんですが、そのシャッターを切るための機材を特注して作っていただきました。それでは、実際撮影しながら、説明させていただきたいんですがよろしいでしょうか。もちろんです、はい、お願いします。お願いします。撮影自体は37台シャッターを同時に押すため1秒もかかりません。それでは撮影します。 OK です。そこから 3D モデルに進むまで早くて1時間、より詳細なモデルだと3時間程度で 3D モデルを生成することができます。 3D モデルの生成に関しては後ほど説明させていただきます。撮影どうでしたか。初めてここに入った時がもうびっくりしましたね。たくさんのカメラがあって、あんなにたくさんのカメラに囲まれたことがなくてちょっと緊張しましたね。もう本当に簡単でしたね。そうですね、ここでは俳優の皆さんだけではなくコジプロのスタッフや LA のスタッフにお願いしてかなりのメンバー撮影させていただいてます。私グランドゼロズももちろんプレイしてるんですけど、小島監督もここで収録したんですよね。そうなんです、
初めてここのスタジオができた時にテストとして監督に撮影させていただきました。OK です。ちなみに全身だけじゃなくて手や足、そういったものも個別に撮影させていただいています。それ以外には背景のこういった岩のようなものも撮影しています。これは、これはもしかして皆さん分かりますか？そうです、グランドゼロズを遊んだ方にはよく分かると思いますが、あるシーンに登場したものです。すごいですね、こんなものも 3D キャプチャーするんですね。ここでキャプチャーしたものは実際どうやってゲーム機に出すのですか？はい、これに関しては次の作業でお見せします。ミッションインフォ has been updated。 こんにちは。こんにちは、松井です。これより説明させていただきます。はい、こちらが先ほど 3D キャプチャールームで撮影した写真です。たくさんあるんですね。これをもとにこちらのフォトスキャンというツールでハイレゾモデルを作成します。これすぐにできるんですか？自動生成で作られますので、かなりの精度が高いです。こちらのモデルを実際ゲーム用のモデルに最適化かけます。はい、こうなるんですね。このツール上で質感の設定とかも行います。あとアニメーション用のセットアップも行います。最終的にフォックスエンジンのエディターに出力したモデルがこちらになります。すごいですね。ここに出てるデータですけども、すべてキャプチャーで撮影したものをベースに作っています。で、今アップになってるキャラクターなんですけど、はい、コジプロのスタッフなんですね。そうなんですか？マイクさん、いるんですか？そっくりですね。すごい。No response. Hit him again. Clear. ちなみにこの背景は、はい、これはコジプロのガラス部屋と呼ばれている部屋で。よかったらこの後ご覧になりますか？実際にあるんですか？あ、あります。はい、見たいです。マーカープレイス。ここが本物のガラス部屋です。あ、すごい本物ですね。どちらゲームなのか現実なのか分からなくなりますね。ミッションコンプリート。どうですか？ハンドルネーム、隣の檻の捕虜さん、分かりましたか？いかがでしたでしょうか？ステファニーのコジプロ潜入では皆さんからのミッション依頼を受け付けております。メタルギアソリッドはどうやって作られているか、私ステファニーがコジプロに潜入して調査していきたいと思います。ミッション依頼はこちらに送ってください。ミッション完了。ただいまから帰投する。ランディングゾーンコンフィームド。ホストゾーン離脱。これより帰投します。ターゲットは無事です。スネーク、
完璧やんか。